皆さんこんにちは、小林です、今日はコンチャに来ました。コンチャっていうとこは、僕は初めて来たんですけれども、ミルクティーとか本当に有名な場所であります。僕はここに初めて来て、最初はね、どうやって注文すればいいかそれが分からなくて、コンチャはなんか注文の方法がありますよね。僕が注文したのは2つなんですけれども、その中で1つ、これはタロミルクティーです。これからこのタロミルクティーを飲んでみます。このパールがジェリーみたいにその食感を持ってますね。だからジェリーとか好きな人だったら、このポールをぜひ一緒に頼んでくださいそれで、ちょっと甘いものが苦手な人もいるんですよね。甘いものが苦手な人だったら、この甘さをちょっと低くするのもいいんだと思ってます。なんか0から 100%?なんかそういう形で甘さがあると思います。僕は 50%、 なんか普通の基本的な選び方にしました。これから家に帰ります。この間テイクアウトするもの、こちらです。名前がちょっと難しいんですけれども、これってチョコバルンチェジュグリーンティースムーティー。でも新しいメニューだし、今の時期じゃなければこれ飲めないし、持って帰ります。本当に寒いです。寒すぎる。